はい、今日は久しぶりに自慢のガブソカ食堂行ってきました。久しぶりに沖縄そば。今日はね、晴れてすっごい天気良かったですよ。というわけで、宜野湾のガブソカそば。ここね、2階にあります。表はウッドデッキですごく気分のいい場所。で、まずはおすすめメニュー。こういうメニューがあってですね。そして、ようやく本当のメニューの方。創業40年。そして、はい、ソーキそばから三枚肉そば。いろいろそばありますね。で、今回は、僕はね、三枚肉そば。これ注文してみたです。もちろんコーレグースもいっぱいかけて、コーレグース最初は慣れなかったんだけど、あれ癖になりますね、あの香りが。で、そばだけでは足りない人にはサイドメニューとして、まあお稲荷さん食べたり、他にもこういったメニューもあったりですね。まあお昼時になるとやっぱり場所がいいのか、非常に店混雑してます。駐車場も人いっぱい入ってましたし。で、ガブソカ食堂の宜野湾店はコンベンションの近所、この辺りになります。もしよかったら、ガブソカ食堂もいいところなので、ぜひ行ってみることをお勧めします。そして、このチャンネルへのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた。